2023広州国際モーターショーでは、多くの中国メーカーが海外進出を視野に入れて出展していました。世界の新エネ車のバッテリーの 70% も中国から供給されており、中国は産業規模にかかわらず新エネ電池の供給において世界の先頭を走ってる。今年の輸出はすでに20万台、成長率は 80%、 通年では25万台前後になる見込み、過去最高を更新。今年1月から10月の中国の自動車輸出は400万台近くに達し、通年では世界1位の自動車輸出国となる見込みです。欧州市場での価格は国内市場価格の倍ぐらいになるだろう。産業規模が圧倒的な優位を占めると同時に、中国ブランドの新エネルギー車の輸出単価は国内市場価格よりかなり高くなっています。現在タイに工場を建設する準備をしている。タイに拠点を構えて東南アジア向けの業務を行い、同時に欧米やアフリカ、中東などにも生産拠点を配置し、ハイエンドの電気自動車を世界に向けて展開していく。より大きなシェアを獲得するため、中国の新エネルギー車メーカーは完成車の輸出以外にも海外工場を建設するなど、急速にグローバル化しています。今年、複数の中国自動車メーカーが海外の多国籍企業と技術協力合弁協定に調印し、技術輸出の第一歩を踏み出しました。